ま、え、一斉飲んで食べるの。うん、うん、なんかおいしい。そうだよね。私の見えてるかも。全員見えてるの一番多いの、ひなのか、てらてらひなのが一番全部見れてる。え、でも全員やんないとさ。はい、じゃあ全員やろうか。何人？6人。え、なんで忘れちゃうの。え、売ってんじゃないかな、うん、はい、年齢順。ハナのがなんかバグって投票できる。わさび好きなんです。あ、ずんだ美味しかった。でもどうなんだろう。すごい辛くてもう。飛び上がりそうなんだから。あ、そうだね。今投票させていただいてて。いいかな、もう。ぜひ、もうで。もうちょい。そうですね。ひなたの端末で。ひなたの端末は6番です。はい。全員6番でした。はい、じゃあ誰がね、あのわさびのシュークリームを食べていたのか。じゃあ正解、あ、シュークリームを食べてた人、せーの。ではではでは、はるかがね、小声さんの挑戦。え、違う、わさび食べたい。目の前で、なんかわさび
クレーションした。めっちゃ美味しそう。じゃあ覚えがね、食べてみたいって言って、食べてみよう。みんなどこ行ってます？本当に辛さがしても辛さ違うよ、だからふりかけだってもなんかドッグフードみたい。あ、ねえ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 、ヤヒがじゃあひながあーんしてあげるね。やだやだね、誰もいない。え、これは聞いてないです。私はちょっとシュークリームにわさびがちょんってついてたら、もしかしたらそのよりその辛いことによって逆のあの逆説みたいな感じの甘さが引き立つのかなと思ったんですね。じゃあ食べないんだ。え、じゃあめっちゃ甘くなるんじゃない？そうなの？うん、確かに。え、でもさっき、確かに、あ、わさびじゃなくて順番にふりかけかけた。何味のふりかけ？あの卵。あ、卵、卵とみんなどこに飲んで、うん、はるかのお店。え、ちょっと待って、ね、違う違う、これさ、私ね、これさ食べてない、ない人なんで、なんで、待って、なんで、これは違う。あ、いいよ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 。前回で負けたら、負けたらね、最初はやったよ。
左手。じゃあ何か。じゃあ目つぶって飲んでね。目コップの中見ちゃダメだよ。見たらもうダメ。テレテテンテン。左、右、上、下。左もう一回、3、5回、5回、せーの、スポ、松イエーイ、美味しいんだけど。美味しい。ダメだ、美味しいって人。絶対水の量間違え、レモネードじゃない。めっちゃ美味しくない？え、うまいよね。うん、君が言うことじゃない。下がりない。
みんなのことがみんなの良さも分かるんですけど、やっぱり私が一番いいかもしれないと思って。何の代表ですか？何のですか？あの私リーダーに立候補したい。あのロバが立ち上がります。おせんべい言ったことあ言ったことないなんか簡単。ありがとう、みんな。あの、なんか、カノンで、友達ね。はい。あ、めっちゃ、あ、シュル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 。まあ、まず君たちを真ん中にして。じゃあ、アオテちゃんは末っ子なので、就任しよう。はい、じゃあ適当に。じゃあ、これで、じゃあ、以上。じゃあ、ちっちゃいもんクラブさん。もうちょい後ろに行ってもらおう。バンで。あ、来た。はい、これこそ君よ。以上だよ。以上はちっちゃいもんクラブでした。はい。え、こうじゃない？こうじゃない？まあ、それはね、ちょっと自由に。はい。以上、ちっちゃいもんクラブでした。あれ？こうじゃない？え、こうだよね。こうだよ。なんか違ってた。はい、グダグダ配信にお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。次は頑張ります。次は何のゲーム？皆さんババ抜きとかどう？はい、皆さん考えあのはい、お願いしました。あの、ちっちゃいもの755にたくさんコメントしてください。はい、はい、お願いします。お願いします。ありがとうございます。バイバーイ。ありがとう。